ちは。あ、スイカさん、ありがとうございます。こんにちは。スイカさん、ありがとう。お。こんにちは。こんにちは。一番かわいい、本当かわいい。あ、やすさんありがとうございます。ありがとう。ゆうたさん、ありがとうございます。で、お父さん、お父さん、お父さん、ありがとうございます。これかな。よいしょ。次の枠は18時です。18時から18時から、18時からか。明日のスケジュール18時ですね。こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは。もうロングが普通になってきた。本当？でも見慣れてきたよね、割と。と思う。今からピクニックしに海に行くの。最高じゃん。何それ、いいな、いいな、ピクニック。
いいな、こっち曇り。そっか、いいな、ピクニックとかしてみたいな。お花見したい。いいなーね、最高やんなー。ドライブもしたい、確かに。でもまあドライブはさできるけど、いつでも。お花はね今しか咲いてないから、そう今行かないと。桜結構散り始めてる。あーそうだよね、確かに。そう、なんか電車からさ桜が生えてるさ、なんかところとかはさ見れるけどさ、実際行かないとな。こんにちは。何話そうかな、何しよっかな、何しよっかな。って言っちゃう。こんにちは。前回のイベントで何してたっけな。こんにちは。これからレッスン、そう、これからレッスンです。元気ですか？元気ですよ。二度寝しました。ちゃんと二度寝した。さすがに眠かった。クロスワードとかやった。そんなことしてたっけ？クロスワード。クロスワードしてたね。なんかあとナンプレとかしてなかった？あれしてないっけ？あ、サトシさんありがとうございます。さんありがとうございます。いや絶対ナンプレ配信はしたよね。ナンプレどこ行ったんだろう。あんなにハマってたんだけどな。ナンプレしてた。ダイソーで買ったもん。そう、なんかみんなに買ってねって言ってさ、なんかみんなと一緒にやろうみたいな言ってた気がする。いやなんかダイソーのさね、ちょっとやってみたくなったな。多分なんかどっかに紛れてるか、なんか飽きたからもう捨てちゃったのかな。
こんにちは、こんにちは。こんにちは、こんにちは。もうこんにちはしか言えないよ。1位、あ、1位だ、ありがとうございます。イエーイ、1位やった。1位だ、1位になりました。1位ありがとう、みんな1位ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。いや本当接戦だね、3位1位2位3位は。なんか本当に毎回入れ替わって入れ替わって入れ替わってみたいな、すごい接戦ですね。髪長いとお姉さん感がすごい。え、本当？え、嬉しい。お姉さん感出る？やった。こんにちは、こんにちは。今日ねコスプレしようと思うんですけど、夜なんかチャイナか、チャイナとメイドがあるんだけど、チャイナとメイドがあるんですけど、明日もしようと思うから、今日どっちにしようかなみたいな。最終日はメイドがいいのかなって思ってるんですけど、どうしよう。なんか今日はチャイナにして明日はメイドさんかなって思ってるんですけど、うん。まあ、みんなは、まあ、みんなはメイドの方が好きだろうから、最終日メイドがいいのかなって思ったりして。そう、どっちも好き。あね、そういう人もね中にはいますよね。じゃあとりあえずチャイナ着てみるわ。一回チャイナ着てみて、おいメイドじゃねえのかよってみんながなったら、うん、あすいませんって感じでやります。そう、
セーラー服はないのでしょうか。セーラー服はね買ってないです。うん、セーラー服はねちょっとあんまり自分で買うのは嫌だなって思ったうん、なんかねやっぱりそうね、まあ、ぜひもし本当に見たいと言ってくださる方がいらっしゃいましたら劇場まで劇場に届けてください。それきます。ナースも自分で買うの嫌じゃないなんかもうメイドが精一杯だった。なんか自分でなんか着ようみたいな、なんかもうねその制服とかはそのなんだろう、なんかねこうじゃ10代しか着れないみたいな、10代が着てるものを買うのはちょっとねやっぱ気が引けちゃうのよね。メイドとかちゃうのはさ結構全年齢って感じじゃん。スポーツのユニフォームに合いそう。あ、スポーツね、スポーツいいですよね。こんにちは、こんにちは。じゃあとりあえず今日はチャイナで行こうかな。バスケットボール得意そう。バスケね、ボール回ってこないボール回ってこないです、バスケは。悲しいことに。でもね、そうたまにミラクル起こすんでしょ。なんか上投げでスリーポイントしたことある。そうだからね、あんまり得意じゃない子は時々ミラクル起こすから結構いいと思うよ。やっぱこうチーム戦だからね、やっぱ自分が下手だからこう私がボール持つとみんなに迷惑がかかるって思うのよ。そう、バスケできない組は。そうだからそれみんなに迷惑をかけるぐらいだったら私は後方の方で見守っておりますっていう。でも小6の時にサッカー大会があって、小学校同士みたいな、それのサッカーの選手だった。うん、2軍だけどスキップちゃんとできる人。あ、スキップできますよ。スキップはね全然できる。スキップ、うん、できるできる。苦手な人に渡そうとすると目をそらされる。あ、そうですね。うん、本当に渡さないでほしいボールを。うん、別に渡してもいいけど私だよみたいな。別にボール渡してもいいけどどうなるかわからないからねっていう気持ちで。スカーが量できる。
カーゴリねは、うん、上手だったよ。一輪車とか乗れる。あ、一輪車も乗れました。だって昔さ一輪車でさ遊びに行ってなかった、小学生の時とか。なんかなんか一輪車で移動してなかった？そんなことない足は速い方、あ、足は遅めです。そう、逆立ちはね、昔できたんじゃない？昔はできたかな。一輪車で移動はちょっと引くかも。いや、で絶対行ったよ。治った。一輪車ループ？つら。治ったかな？でも最近一瞬が、さっきね一瞬画面が止まったのだから大丈夫かなと思ったんだけど、ループしてたか。でも一番得意なスポーツは水泳だと思います。とね、6、7年やってたかな。なんか3歳ぐらい、あ違う、5歳ぐらいからなんかキッズプールみたいな、キッズスイミングスクールみたいな行って、でも普通に小1から普通のとこ行って、だから水泳はね得意です。バタフライできます。バタフライできる。だからメドレーとか泳いでたよ。あ、ゆうたさんありがとうございます。だからなんか体育の成績プールだけ良かった。なんかプールだけ5ついてた、学校の時。いつも3、よくて3とかだったんだけど、そう、いつも水泳の時は5だった。でも私は一番平泳ぎが好きかな。平泳ぎは一番、なんだろう、永遠にしてられると思う。なんか潜んないじゃん、顔が。顔が潜んないからなんかずっとしてられる気がする。でも何年も泳いでないからわかんない。もうそんなガチガチのプール行かないじゃん大人になって。だからちょっと心配ですけど。こんにちは、こんにちは。でもな、体育はな、基本体育授業は好きだけど、その競技とかはあんま好きじゃなかったかな。できないんだもん。そう、授業は楽しいのよ。みんなとなんかワイワイできるじゃん。ワイワイというかね、眠くはならないから楽しくていいんだけどね、いざこの選手とかね、そういうなんかこう技術を求められる と、 ちょっとね、私は大丈夫ですってなっちゃう。
か小学生の時はね、なんかね運動してた、運動めっちゃ得意だった気がするんだよね。小学3年ぐらいまではめっちゃスポーツ少女だった気がする。なんか男の子みたいな髪型してたし、うん、なんかクラスで懸垂大会みたいなのやったんだけど、なんかぶら下がるみたいな、誰が一番長くできるかみたいなのやったのけど、そう、それも1位になったし。そうだね、昔本当になんかいかつかった気がする、なんか性格うん、男勝り、あ、そうそう、それそう、それうん、そうだからね、小6までは本当にスカートとかが嫌いで、本当にね、なんかもうフリフリとかもめっちゃ嫌いだったの。なんか本当ズボンしか履かないしみたいな、なんか女子女子してるの嫌いだったんだけど、なんかね、なんだろうね、なんでか小6の後半ぐらいになんか女子に目覚めたんだよね。なんか、あ、女の子っぽくなりたいって思ったんだよね。なんかそうで、急に小6の3学期くらいからなんかワンピースとか着だして、そう、髪も伸ばし始めてみたいな。思春期、え、思春期じゃん、本当だ、大変、思春期迎えてた、やだ、え、思春期じゃん、え、なんか恥ずかしいね、思春期ってそっか、あの時私は思春期だったのか、教えてくれてありがとう。そう、そっからもう本当にもうフリフリが好きで、もう大好きでみたいな、なんかロリータもゴスロリも大好きみたいな、そう、もうなんかね、初音ミクとかが好きだったの、その時から。そうだからもう、その時くらいから本当にアニメとか好き、深夜アニメとかで、今まではさ、やっぱ夕方にやってるワンピースとか、あのハガレンとか、少年漫画系見てたんだけど、だからね、中1入ったぐらいから深夜アニメとか見るようになったかな。あ、時間が、あ、時間になっちゃった、やばいはい、13位ママエネ大福さん、12位ショートさん、11位 YSA73 授業中さん、を10位カズトシ先生さん、9位安兵衛さん、8位夏目姉大福さん、7位くまくまちゃん姉大福さん、6位お金持ち先生さん、5位サトシ給料泥棒さん、4位お父さん姉大福さん、3位安さん、2位スイカ姉大福さん、1位ゆうた姉ちゃんのことが大好きですさんです。ありがとうございます。それでは次は夕方6時18時にお会いしましょう。バイバーイ。ありがとう。